アニポケ最新情報。この度アニポケデビューアンバサダーとしてデビューします、高橋ひかるです。みんな知ってる？じゃーん、4月12日からアニポケの新章がスタートするんだって。その名もテラスタルデビュー。ポケモンがキラキラ輝く不思議な現象、テラスタル。テラスタルをマスターするためにリコとロイが学園デビュー。ポケットモンスターテラスタルデビューは4月12日金曜日スタート。テラスタルデビューから君もアニポケデビューしよう。